うですいつもありがとうございます。今日は、えっ、ー、と、ハーベステラの体験版を、えっ、ー、と、まあ、10時間ぐらいですかね、プレイしてきたので、その、ま、感想と、どんな人が買うべきなのかっていうのをちょっと、考えたので、話していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、いろんな方がレビューされてると思うんですけど、まあ、割と、 戦闘面だったりっていうのは、まあ、もう攻撃しまくってって感じで、まああんまりそこまで戦略性があるのかなっていう感じで、まあこの先いろんなスキルとかが出てくるんで、その辺はわかんないんですけど、ちょっと単調な部分があるのかなと思います。で、ストーリーなんですけど、まあこれに関してはルーンファクトリーとはまあちょっと違って、 まあ体験版遊ばれてない方もいらっしゃると思うんで、あんまり内容は言わないんですけど、まあその、少し異質な、あんまり今までにないってことはないと思いますけど、こういう農業ができて、釣りができてっていうようなシミュレーション、RPG っていうのかな。まあそういうのにはない、あまりないようなストーリーなのかなっていう、 ように感じました。ちょっと先が気になるなっていうのは、プレイしてて思いました。で、えっと、まあ、釣りだったり、農業の部分っていうのは、えっと、まず釣りなんですけど、えっと、まあ、ルーンファクトリー4とかに比べて、ま、あ好きな場所で釣って自分が好きな 魚を釣るっていうよりも、もう場所の場所に行ったら、投げ入れて、釣れるの釣れるのというか、引きがあるのを待って、って感じで、ちょっとそこら辺は単調なのかなと思いながら、行ってました。あと多分釣りのトロフィーみたいなも、おそらく、ないのかなっていう感じで、う あと、一匹するのにも結構時間がかかって、おそらく、一分弱ぐらい。もしかしたら、この先、短くなるかもしれないですけど、かかるのかなって感じで、うーんって感じでしたね。ま、で、農業に関しては、うーん、まあ、割と、そうですね、そこまで、 スストレスなくでできるんですけどまあちょっと時間が割とタイトで結構早く進んでいくこれもなんか改善されるっていう本編では改善されるっていう話だったんですけどこの辺もまあそのスローライフでって感じの遊び方をしたい人にはちょっと合わないかもしれないなと思いますただガンガンストーリー進めていって で、まあ、そのおまけに農業とか釣りがあるっていう考えの方には合うのかなと思いました。で、音楽なんですけど、非常に、あのー、綺麗な音楽というか、なんとなくこう、邪魔をしないというか、ゲームプレイを邪魔しないような、なんとなく耳心地のいい、でも、なんかず、すごく印象に残るっていう感じでもなく、 すごく心地いい感じなのかなっていうふうに感じました。で、えっと、僕が感じたのは、まあ、あの、ルーンファクトリー4とかと比べると、もしかしたら、その、秋が来るのが早いのかなっていうのが、僕の感想ですかね。 まあちょっとこの先体験版だけやってるんで、まあそれを体験版とルーンファクトリーの本編を比べるっていうのもね、あんまりどうかなって感じはするんですけど、まあ正直、もしかしたらアキリが来るのが早いのかなっていうのは感じますかね。で僕が考えた買うべき人っていうのはどういう人なのかなって、 買うべき人っていうのも変な言い方なんですけど、買っても、買って楽しめる人っていうんですかね。は、まあ、ちょっと、伝えたいと思います。で、えっと、まあ、一つ目は、体験版を遊んでいる人。これは、ま、結構必須かもしれないですね。体験版を遊んだ上で、それでも買いたいと思った人が買うべきかなというふうに感じ。 ましたあとは、えっ、ー、と、ルーンファクトは、まあ、ルーンファク好きの方に向けてですけど、ルーンファクトは別物と考えて遊べるっていうことが大事かなと思います。えっ、ー、と、ハーベステラ自体は結構ストーリーもいいですし、音楽もいいので、面白い部分もあると思うんですけれども、えっ、ー、と、 ルンファクの代わりに遊ぶっていうような感覚じゃない方がいいのかなというふうに思いました。あと、その発売日に買うっていう意味で言うと、まあ発売してすぐに遊びたいっていう人ですかね。まあこれ、この人は買ってもいいかなと思うんですけれども、まあ割とですね、あのー、 そんその、まあ、人気次第にもよると思うんですけど、意外と早く値段が下がったりとか、そういうこともあるので、値段が下がって半年だって1年ぐらいしたら、まあ、セールで出たりとか、あの、まあ、ダウンロード版はそういうことある、多いですけど、っていうこともあるので、まあ、すぐ遊びたいっていう方以外は、少し様子見でもいいのかな、 っていう感じはしますね。評判とか見たりとか、遊んでる動画を見たりとか、でもいいのかなっていうのは感じます。で、まあ、そうですね。あとは、まあ、ゲーム以外のことで言うと、まあ、積みゲーがない。今のところ遊んでる積みー遊ぶ予定の積みゲーがないとか、11月12月あたりにゲームを買う予定がないっていう人であれば、 あってもいいのかなーっていう感じですかね。他のポケモン遊ぶからっていうような人は、まあ、ちょっと待ってもいいのかなーっていうふうに感じました。えー、っと、以上でアンベステラの感想と、こんな人が買うべきかなっていうのをお伝えしました。参考になりましたら、チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。では、